久しぶりです。だよ、待ってました今日の日通りすがりの人がなんだあれやってるのにびっくりしますけどね。いやー嬉しいな、やっと会いました。いや長かったよ、長かったね本当に2ヶ月だもん。いやー元気ですか。元気です、毎回カードありがとうございます。 SD カード送ってもらって、あもう家族そうだもんね。でもありがたかったです僕らみんな本当に、はい、あれでみんなイエーイ。新しい人だよね、なんだっけ、加藤さんだ。私よろしくお願いします。チームライガー、チームライガー加藤さん、イエーチームライガー増えてんな。増えました。かみさんがなんかお菓子皆さんに持ってってくれって言われて、あと配るから。ありがとうございます。でちょうどね一つ余分にあるから加藤さんの分食べて。ありがとうございます。いや元気だね、いいな、元気ですよ。やっぱいいなぁ、チームライガー。じゃあよろしくお願いします。お願いします。どうぞ、アウトライ。はい、ありがとうございます。イエーイ、久しぶりで、みんなも久しぶりだもんね。はい、なんだよ胸こんなだよ、冷蔵庫抱えてんのかなと思ったぐらいでかごっつい。もうキャキャ言われたんだよ。もうこのベンチプレス上げたらニータナが入る。ニータナタナタナって可愛いライガーさんとかって言われたらそれだけで満足だね。僕のさっきキャンキャン言われたけど大差ないですよこれ。あいつがカッコつけて一回みたいなことこうやってやるんですけど、ここまっすぐ濡れてるからライガーさんこうやって笑ってた。リングで笑うね、もうハットだけどもうほらちびったような跡がついてるさ、貴様へってやってんだよ。でさ、今トラちゃんやったとこでこうやってやってるわけ後ろから見たら。いやー約2ヶ月ぶりですもんね。そうですね、もう本当にもう一回ね撮ってもらって俺らのチームとしてもありがたかったです。いやいやいや、もう本当にすいません、素人の撮り方で毎回どんなのが来るのか楽しみで何を撮ってくるんだろうと思って、はい、はい、でどうしても送ってもらったんですけど、うん、これ編集できねえなってのがあっていくつかあったので、はい、今日はそれを視聴者の人に見てもらおうと思って。こんなとんでもないもん送ってきたのかって、はい、じゃあ見てみましょうか。 OKOKOK、はい、自信あったんだけどな一応。ライガーコーヒーブレイクタイム。あーこれね、これいいと思うんだけどな、どん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 、今回はですねコーヒーブレイクタイムということでですね、僕の持ってる特技って言いますかね、うん、隠し芸的なことをちょこっと紹介したいと思います。ただこのコーヒーブレイクタイム1本これをライガーチャンネルで流すのは厳しいと思います、うん、ですから編集でうまくどっかにこう入れ込んでね、うん、一つのセットとして見てもらえばいいと思います。では早速やってみたいと思います。用意するのは爪楊枝、うん、2本です。これ超能力だ、ね、まず持ち方を見てください。言っちゃう。親指、見てて見てて、人差し指、中指、これで三角を作ります。俺今そこでもやってあげれるよ、ね、そこに爪楊枝を持ちます。三角で持ちます。わかりますね。なぜ三角のトライアングルなんですよ。これをバミューダ軽く乗っけます。だ手はもう動きませんよ。そうそう、この手とこの手は動かないです。なのにこの爪楊枝だけが動くという。いきますよ、ほらなぜご覧になりましたか。ハンドパワーです。そう、
僕の左腕、右腕動いてないと思います。なのに今この爪がピッピン跳ねましたよね。そう、もう一遍いきますよ。動かしてないんだよ、見ててごらん。嘘やな、ほら親指を離します。一切このこっち側の上に乗っけてる爪楊枝には触れてません。そう、ほら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 。じゃあ何でって説明できる？ハンドパワーです。ハンドパワーです。今回の獣子さんの習いはコーヒーブレイクタイムは爪楊枝でハンドパワーでした。俺これ世に出してるのか分かんなかったんだよ。もっと俺、いやいや、もっと修行したら下手したら車ぐらいのとかハンドパワーで持ち上げるかも。なんで伝えられたっていうと、何が何だか分かんなかった。そうそうって何が何だか分かんなかった。今見せようか、目の前で。一応世に戻ったんですよ。オッケーオッケーオッケー。あのね、説明のしようもないし、しかもこれが突然入ってきたら、よく見えなかった。ちゃんとこれ見せてもらって説明してもらわないと。いいか、もうトライアングル三角だよな。三角、はいはい、いい、はい、乗っけてるだけだよね。これもこう動いてないからね、はい、行くよ。疲れる。これ僕実は小学校の時にいとこのお兄ちゃんに教えてもらいました。なんか僕知ってました。やっていいですか？やっちゃう。やったらお前入ったつば飲み込むなよこらお前。ハンドパワーでも何でもないってこと。ちょっとおいおい、ちょっと僕もあの小学校ぶりなんでうまくできるか分かんないですけど、入ったつば飲み込むなよこら。小学校ぶりなんでいけますよ。おおお、おお、ここにも仲間がいた。ここにもエスパーがいた。よかった、俺だけじゃないわ。エスパーだ。すげえ、スタッフにもエスパーがいた。イエーイ。どういうことなんですか、これ。誰が習ったんですか、これ、はい、あの飲み屋のお姉ちゃんに教えてもらった。獣子サンダーライガーのコーヒーブレイクターン。イエー。ですね、思いのほか食虫植物の植え替え好評でございました。それ好評だったかどうか分かんないんですけども、あれからあの植え替えが終わってから食虫植物はどうなったか定期的に見てみたいというご要望がありました。この企画をメインでっていうのはちょっとはばかられます。ですのでコーヒーブレイクタイムでお届けしていければなと思っております。まずは咲き乱れている花、これがですねサラセニアの花なんですね。でここにいるのがサラセニアフラワー。え、なんでこれ高さを強調しなかったのかな。のルブリコルポラ、ルブリコルポラで、先ほどルブリコルポラ赤系のフラワーを言いましたけども、これが何なんだろうこれ。普通のだいたいノーマルなフラワー、サラセニアミノール。同じサラセニアの仲間で。だめ。これおそらくですよ。多分ライガーさん全体を見たかったから、横に強引に入れようとしちゃったから、ずーっと横になっちゃった。ずーっと横になっちゃった。さすがにこれ編集難しかった。これは普通にカメラ引けばいいんですよ。カメラ引けばいいのか。カメラ引けばいいんですよ。視聴者も視聴者も横になってるから。いいじゃん。チームライガーみんなパーティーの時はいいよ。斬新だなと思って。ありがとう。もうじゃあご飯食べたらお口拭こう。パーさんですよ、パーさん。お口拭いてもらい。ああ、うちのバーカーですよね。口拭いて終わってます。そうそう、口拭いて。よし、はい、はい、ありがとうございます。はい、いいよ。あれ、いつもは大暴れするのに、せん今日なんで口拭かんと。おめでとう、口拭いてくれるやん。ドタバタ走り回ってカメラ回った後にせんとね。
いつもはですね、食事が終わって口を拭いてもらった後、自分でさらに拭くんですね。走り回って、今日全くしません。そう、そう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 。なんで今日口拭かんと？はい、何にもしないゴーちゃんでした。ありがとうございました。そう、2日目ゴーちゃん、今日ご飯食べた後口ふきふきしてみれる？昨日せんかったもんね。みんな楽しみにしてるよ。食べてますね、一生懸命食べておりますね。お、ご飯も食べ終わりますよ。ここで口をきれいに拭いております。行くか行くか、いいよ、口見て。あれ今日もダメか。おーちゃん口拭こうよ。ゴーちゃんの口拭き拭きシリーズ、今日3日目です。カメラが回ると全く何もしてくれなくなります。今日こそはゴーちゃんの口ふきふき、皆さんに、お送りしたいと思います。お送りしたいです。さあ、そろそろゴーちゃん食べ終わりますよ。あちゃん食べた？あちゃん食べたね。で、今お母さんが口を拭いております。怒ってます。調子出てきました。いつも通りのゴーちゃんです。さあ、この後どうするか。バカだ。バカだ。ああ、終わった。はい、いかがでしたでしょうか。結局ゴーちゃんの口拭き拭き動画は企画倒れということでした。ありがとうございました。映画でした。ダメな時はダメだよ。何やったんだ。犬とね、子供は難しいね。いや、僕何日か追って、うん、最初にその暴れるとこ見れるのかなと思ったら、うん、途中で大河さん諦めたなと思って。いや、もう3日でいいやと思って。これ4日も5日も撮るの嫌だな、俺と思って。いやでもね、本当はゴーちゃんはね、見通しだったのよ。はい、ひどいのよ。カメラの中に入ってくからね、これ口拭きの。カメラの前に入ってくるの？あの下のバーッと開けながら、バーッバーッバーッ。そんなやんか。そう、何でも出てくる。でも、それを撮る僕の気持ち、折れた。3日目で折れた。チームライガーの皆さんにメッセージを。じゃあ、はい、チームライガーの皆さん、ジューシーサンダーライガーです。まあ、こんな調子でね、これからもやっていくと思います。あとはもう編集頼みです。まあ、そんなこんなで、これからも新しい、アレックも増えました。アレックカルです。あ、誰ですか。さらにパワーアップして目指せ100万人ライガーチャンネル、目指せ100万人、これを追っかけて夢を、でっかい夢を追いかけていきたいと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いします。